む。これは少しばかり面倒だ。どうしたもんだろうな。あ、ああ、君か。今日も精が出、それで何の情報が欲しいんだ。嬉しいことを言ってくれるな。どこかの誰かさんとは大違いだ。でもすまないな、今は少し立て込んでいるんだ。仕事の話じゃなければ、そうだな、時間があるなら俺っちとビッツオンはさせないぞ。むしろ美味しい仕事だ。もちろん君の頑張り次第だけどな。ま、とりあえず触りだけでも聞いていきなよ。頼みたいのはマッピングといってもダンジョンじゃないぞ、フィールドの方だ。知っての通り、銃撃戦っていうのは先に発見した方が圧倒的に有利だろう。視線と射線を通したやつが勝つ、そういうもんだ。そんなわけでシステムとは違う詳細なマップの需要が結構高くてな。でもな、フィールドのマッピングは時間がかかるんだよ。打ち合いに有利な場所ってのは大概難所とイコールだから、なおさらだ。そこで君の出番ってわけだな。UFG で高低差を知り尽くしてる君ならいい情報がもらえる。あっという間に終わらせて報酬がっぽりって寸法だ。本来ならオイラがこの足で調査するところなんだけどな、今回は本当に急ぎなんだよ。それに何より君なら信用の面でも安心できるしな。人助けだと思って引き受けてくれるとお姉さん嬉しいなーなんてな。にゃははは。どうだ、やってくれるか。ありがとな、大助かりだ。じゃ教えてくれ。これさて、それならオイラも約束を守らないとな。ん、それは違うぞ。今日君は価値がある情報を生み出したんだ。正しい情報は効率を高め、より良い作戦を生み出す元となるのさ。それに生還率も上がるかもしれないしな。誰だってデスペナルティやトラップは避けたいだろ。ま、そういうことさ。他にも欲しいものを手に入れたり、面白いクエストを探すのにも役に立つ。形がないからといって情報を軽く見てはダメだぞ。ちょっと余計な口出ししちゃったな。ま、今の話は報酬のおまけということにしておくよ。さーて、それじゃあ支払いだけどな。お金でも何か情報でもいいぞ。何がいい？
いやいや、恋バナするならビジネスのついでじゃなくて、もっとムードがないとな。でもその質問はうまいな。いないって答えが難しい。オイラも参考にさせてもらうよ。あ、別の報酬を考えてくれ。え？そうか、君はオイラのヒゲの由来はトップシークレットだ。ちょっとやそっとじゃ教えられないな。さ、別の報酬を考えてくれ。うん、わかったぞ。こんな今後もよろしくな。そうだ、最後にもう一つおまけだ。情報屋をしていると思うんだよ。どこでいつどんな風に何かがつながるかわからないってな。人とのつながりは大切にするといいぞ。たまにバカも見るけど、ちゃんと報われるからな。というわけで、お姉さんのような情報屋は大事にな。にゃっはっ。あ、いたいた。こんにちは。調子はどう？ちょっとお願いしたいことがあってね。探してたの。実はまた未踏破の遺跡を見つけてね。すっごいお宝が眠ってそうなやつ。すぐ入ってもよかったんだけど、トレジャーハンターとしての勘がささやいたの。一人では行くなって。でもほら、初めて入るダンジョンだとどんな人が向いているかなんてわからないじゃない。そこで私は考えました。あの人なら腕も立つし気も回るし、何よりもリアルラックは折り紙付き。トレジャーハントで一攫千金ってことで、どう？一緒に行かない？わあ、ありがとう。じゃあ準備したら早速行こうか。どんなお宝か楽しみだね。このダンジョンもそろそろ最深部ね。うん、あの扉の奥がそれっぽいかな。この調子ならもうすぐお宝と。ストップ、動かないで。トラップがある。センサーと銃の組み合わせね。センサーの無力化は大変そうだから、銃の方を何とかしましょうか。ここから狙って、壊せたわ。もう動いて大丈夫よ。え、いや、大したことないよ。そうかな。こう見えても私結構修羅場をくぐってるしね。でも、うん、落ち着いて対処できたのも仲間がいるって安心感があるからだし、こういうのってやっぱりみんなの力かなって思うよ。さ、扉を開けてみよう。多分これが最後の部屋だよ。あ、ボックスと、なんだろう、あれマネキンかな。動き出した。姿も変わってく。わ、どうしてここに。そんな、いや、またそうだよね。あれは、私はもう逃げたりなんかしない。格
っこ悪いところを見られちゃったね。でもまだ足が震えてる。お願い、ちょっとだけあんなところ見られちゃったし、あなたにはちゃんと話しておこうかな。私ね、別の VRMMO でもあんな風に私と戦ったことがあるんだ。その時はどうしても死ねない理由があったから、もう無我夢中で戦って戦って、気がついたらその私の姿は消えてた。代わりにステータスが PK、 まるで本当に私を殺してしまったみたいで怖くて、それ以上に自分のためにPK をした私のこともすごく怖かった。その後みんなに助けてもらってなんとか立ち直れたと思ってたんだけど、まだやっぱり怖い。でも怖いけどさっき気づけたの、私はもうあの時の私じゃないんだって気づけたのはあなたが声をかけてくれたから。だからすごく怖かったけど、すごく嬉しい。今日は本当にいろいろありがとう。また一緒に冒険できると嬉しいな。さ、戻ろっか。帰るまでが遠足って言うしね。なあ、アファシスちゃんを言う。あんたまだ言ってんの？諦めたんじゃな。気が変わることだってあるかもしれねえだろ。風の吹くまま気の向くまま、俺様たちガンマンは長、つまりお前さんの昨日の考えが今日にはあっさり変わることもある。どうだい。西部劇じゃないんだし、わけのわからないこと言ってんじゃないわよ。レイちゃんが混乱してるでしょ。意志は変わらずってことか。また日を改めるぜ。じゃあな。はあ、ジョーは何を言っていたのですか。諦めてないことしか分かって。ああ、レイちゃん、特に気にしなくてもいいわよ。でもあの人どうしてあそこまでレイちゃんにこだわってるのかしら。前にレイちゃんのことドジでアホなことやってるけど面白いやつだって言ってたわよね。でもそれってレイちゃんを諦めない理由。何気にひどいことを言われている気がするのです。なるほどね。でもそれならデイジーちゃんとか他の子もいるわよ。そうです、 GGO の AI は他にもたくさんいます。ちょっと考えたのですが、私はジョーのことをあまり知らないのです。私はもっとジョーのことを知りたいのです。おお、バザルトジョーをトレースするってこと？そうね、私ももうちょっとバザルトジョーのこと知りたいかも。ジョーを発見したのです。あ、レイちゃん、ちょっと待っ。ここってここは廃墟群エリアの中でも特にドロップやレアエネミーもあまり登場しないので、プレイヤーも少ない場所なのです。寂れた場所ってことね。あそこにジョーがいるのです。ほんとね、なんか石碑みたいなところの前で何か喋ってる。またここに来ちまったぜ、相棒。あの AI と会うとお前のことを思い出しちまってよ、つい懐かしくなっちまうんだよね。ここはお前の墓なんかじゃないってことは。いや、相棒、墓？
何を言ってるのかしら。今検索しました。この場所は一部のプレイヤーにデータベースグレイブと言われているようです。グレイブ？データベースグレイブとは。え、 AI データの墓場？何それ。私たちのようにデータで作られた存在が機能を停止した時のお墓のようなものみたいです。ああ、リアルにも亡骸のない人を祀る場所ってあるものね。でもなんで GGO にそんな場所を作ったのかしら。違います、クレハ。ここは正式な名前がついてる場所じゃないですよ。ゲーム的に設定されたのではなくて、プレイヤーの誰かが自発的に AI のお墓を作って。そういうこともあるのね。誰だ。うわあ、逃げるわよ。ここまで来れば大丈夫かな。なんかクレハ、私たちは悪いことをしていたのですか。そういうわけじゃないけど、あんたはどう思う。そうね、少し込み入った事情がありそうだけど、悪いことをしてるわ。じゃあ次は話しかけてみましょうか。頼んだわよ。見つけたわ。今日もやっぱりここに来てたのね。前と同じです。何か独り言を言っている。さ、声をかけて。お前さんたちは。なるほどね。それで俺様をつけてたってわけか。私は教えてほしいです。私という AI にこだわる理由と何か関係があるのですね。ああ。私も興味あるわ。まあ、何が理由でも。レイちゃんをあっさり譲るつもりはないけどね。へいへい、そいつは分かってるさ。一部でここがデータベースグレイブって呼ばれてるのは知ってるけど。ええ、レイちゃんに調べてもらったわ。プレイヤーが作った AI のお墓があるって。そうか、さすが俺様が気に入っただけあって、クールなナビっぷりだぜ。ということは、ここにあなたの AI が。俺様の相棒。そう、祭るって言っても体も何もないから気分だけのもんだがね。あくまで個人的にそうしたつもりだったんだが、俺様の真似をするプレイヤーが増えてきたみてえでな。それでいつしかデータベースグレイブなんて呼ばれるよ。あなたが最初の一人だったのね。ああ、俺様は昔 AI と働いていたんだ。そうだ、俺様は田舎町のしがない警察官だった。万年人手不足の署だったんで、警官をサポートする AI 付きのパトカーが試験的に導入されたんだ。その AI にはそれぞれ面白い性格付けがされててな。性格のある AI なんか面倒だっていう仲間もいたが、そいつを相棒と思って一緒に町の平和を守ってたんだが、
もしかしてその AI の性格がレイちゃんに似てたの？そういうことだ。だがある日、町外れの廃工場へ巡回に出た際に事件が起きた。そこに犯罪者たちが隠れていたんだ。俺様はパトカーで奴らの乗った車を追い詰めたが、応援がいなくてな。逃亡を阻止するにはパトカーをぶつけるしかなかった。俺様の相棒である AI はその時に壊れちまう。ネットワークも届かない場所でな、復旧やロールバックもできなかったんだ。AI の墓なんてリアルには作ってやれねえからな。ここに墓標を作ったつもりになってたって。これが俺様の情けねえ話ってやつだ。見損なったかい？ま、最初は相棒に似てるってのが発端だったんだが。だが。今はアファシスちゃん自身に魅力を感じてるのさ。だからよ、自分の力、これからもしつこく挑戦させてもらうつもりだぜ。覚悟して。あの人にあんな過去があるなんて知らなかったわね。はい、あの人には相棒さんとの絆があったのですね。でもレイちゃんと私たちの絆だって負けてないでしょ？あ、はい、そうなの。私もマスターやクレハや他にもたくさんの人と絆を結んでいるのです。ジョーがそれより強い絆をレイちゃんと結べるか見ものよね。ねえ。私も頑張るのです。